こんにちは、デンバーアカデミー堀秀夫です。今日は投資で大成功した人の共通点は欲がないこと、ね、物欲がないなら物販がおすすめですというお話です。まず株式投資でお金持ちになる人ですね、ちょっとした特徴があることに気づきました。まあお金を使う趣味がない、あるいはお金がね欲望を満たす道具とは考えてないと、まあそういう傾向があるかなと。まあ意識してね、テレビの報道なんかで意識して、そういう報道がされているところはありますけど、まあそれを差し引いても、やはり、儲ければね、これでいい思いができるとかね、これでプライベートジェット買っちゃおうとか、ね、六本木ヒルズ住んじゃおうというようなね、まあ普通の人が考えるような欲望のある人は、まあ投資、株式投資では成功してないということが言えると思います。片山明さん、まあ有名なね投資家ですけど、60万円を25億円に増やしたと、まあどんだけ増やすんだって感じですけど、まあ、これだけ増やした方もですね、ワールドビジネスサテライトの取材時のランチ、この缶コーヒー1本とおにぎり1個とね、逆に年収ね200万以下の人と変わらない、食事しかしてないという感じですね。で、まあご存知、ジェイコム男 BNF さん。160万円を210億円に増やしたと。この60万円を25億とかね、160億万円を210億円ってかもう人間離れしてますけど、まあそういうのができる人ね、そのお金の使い方も人間離れしてます。逆の意味でね。まあ通常はね、なかなかこうカップラーメンしか食べないとかね、車持ってないとか、海外旅行行かないとか、いうことは、できないですね。これ我慢してもなかなかできないでしょうし、BNF さんの場合は我慢とかそういう次元じゃなくてね、そもそもやりたいとは思わないというところがね、やっぱりかなり違うなという感じです。で、どんどん話はでかくエスカレートしていきますけど、ウォーレン・バフェットさん、ね、世界第2位のお金持ち。好物はチェリーコークとハンバーガー。ね、チェリーコークとハンバーガー。そんなんじゃね、お金使い切んないと、ね。そんなんじゃお金使い切んないという感覚がもうすでに、凡人なんでね、なかなかこの投資で成功する資質なしということなんだろうなと思います。で、まあ、とどめにね、古い方ですけど、ウォール街の魔女、ね、世界一の大金持ち、ヘティ・グリーン。まあ、大体ね、ビル・ゲイツぐらいの大金持ちです。昔の世界恐慌以前の大金持ちです。なんと、それぐらいの大金持ちでありながら、料理を温める光熱費だを惜しんで、冷たいオートミールを食べていたと。ね。温める費用がかからないオートミール。それをそのまま食べていたと。ね。こんなのね、ホームレスの人だって食べないようなものを食ってたというのが、まあ、やっぱり、ひときわすごいなという感じです。まあ、そんなわけで、投資はね、誰でもやろうと思えばすぐにできると。誰でもやろうと思えばすぐにできますから、波のスキルとかね、波の精神構造をしてると、まあ、普通に負けておしまいということになります。まあ、そんな中で勝ち続けるための一つの大きなね、共通点というのが、このお金をね、あんまりお金をと思わない。あるいはね、すごいケチ。あるいはね、質素、贅沢に興味がないという共通点があります。まあ、こういうね、特殊な才能というか、なんというか、が、なければ普通の人ならね、普通にお金が入ったらあれ買いたいこれ買いたいと考えるんであれば、物販がおすすめです。まあ、逆に物販の場合はね、あれ買いたいこれ買いたいで無駄遣いしてる人ほど、儲かる商品を見つけやすいんでね、まあ物欲普通に強い人が投資やってもね、あっという間に負けます。まあそれなら、めんどくさいけど、まあ物販をやると、稼ぎやすいというのが言えますんで、ぜひ物欲が強いという自覚があるなら、Amazon 室物販にチャレンジしてはいかがでしょうか。まあ、こちらのね、メールセミナーにご登録いただくと、無料で、まあ、どういうノウハウで稼げるか、メールセミナー通信講座があります。ぜひご登録ください。以上、デンバーアカデミー、堀秀夫でした。